これで100回こねれました。そうすると手についてる生地っていうのはこういうふうにこすってあげるときれいに取れますので、なのでね、最初の段階でしっかりときれいに手を洗ってからね作業をするで、こういう全部生地を入れてもう一度まとめていきます。今度は優しくですね、優しく叩いていきます。20回ぐらいいいかな。そうすると表面がこういうふうにスルッとした状態になります。こういう状態です。こういう状態になれば濡れたダスターをこういうふうにかぶせる。なぜこういうふうにするのかっていうと、パン生地っていうのは乾燥を非常に嫌いますので、こういうふうに濡らしたダスターをかぶせて乾燥を防ぐ。はい、それ